皆さんこんにちは。先週末、6月の27ですかね。なかなかナイキのスニーカーというかエアジョーダン関係で割とこうなんかなかなかパニックが起こった週末でしたが、僕個人としてはそこまでジョーダンには引かれなかったので、まあ一応オンラインはやったんですけど、まあ当然買えなかったので、ちょっと違うものをゲットしたのでそれをレビューしたいと思います。で、物がこのホワイトのナイキのボックス、ホワイトにホワイトのパターンのナイキのボックスで、物がこちらです。ナイキソックダート SP で、カラーがホワイトですね。まあもうお分かりの通り、ソックダートの真っ白ですね。で、物がよいしょ、こちらです。ドンと、ソックダート SP のホワイトですね。これはソックダートのインデペンデンスデーパックっていう、要はまあ、その名の通り独立記念日を記念して、アメリカの独立記念日を記念して発売された、モデルのうちの一つで、ホワイトとオールブルーとオールレッドが出たんですけど、その中で僕はちょっと今年白いスニーカー一足欲しいなと思ってたところだったんで、ちょうどよかったんでゲットしました。というわけで、まあ全体見ていきましょう。まあソックダートに関しましては結構こちらのチャンネルでいろいろ紹介させていただいてるので、過去にネイビーとブルー紹介させていただいてるんで、まあ特に変わったところはないですね。まあホワイトのアッパーでも、このホワイトの色味が若干ちょっとクリーム色っぽいというか、真っ白ではないですね。オフホワイトですね、どっちかっていうと。で、この、このラバーバンドっていうんですかね、このシリコンの部分が、これもまた乳白色って感じですね。まあ、ネイビーとかブルーも若干、黄色みがかったというか、こういうミルク色というか、こんな感じのホワイトでした。ので、まあ、基本的には同じ色かなって感じですね。で、ここにブラックのスウェッシュがあって、全体がこんな感じで。で、つま先のこの補強部分も乳白色のラバーパーツになってますね。で、つま先はこんな感じです。まあ本当に今までのものとデザインは全く変わらないですね。前に紹介させていただいたブルーとかネイビーは、一応フラグメントデザインとのコラボっていう形だったんですけど、まあ基本的に表面にロゴも何もなかったので、まあ本当に同じような感じですね。仕様としては同じです。このタグの、あれもこれも、あっちも、こちらのモデルも、スーシですし、同じような感じです。で、ヒールの感じがこんな感じで。ヒールがちょっと面白くて、この目玉の、ここの、クリアパーツも、こちらのクリアパーツも、乳白色になってるんで、ちょっと数字が見えにくいっていう。なんか最初から黄ばんでるみたいな感じなんですけど、まあこんな感じですね。で、ここの、ソール、ミントソールと同じ素材のアクセントというか、なんていうんですかね、このパーツがついてますね。で、一つ、アウトソールがこんな感じです。アウトソールがこんな感じで。まあ、このホワイトの部分にはこういうヘリンボーンパターン、並々のヘリンボーンパターンが入ってまして、ここの帰国はブラックのパーツになってますね。まあ、そんな感じで、全体的にはやっぱり一緒なんですけど、ちょっとこう触ってみて思ったんですけど、若干この辺の、甲のあたり、甲の辺ってすごく生地が薄いんですけど、この履き口のあたりは若干厚めで、この辺すごく生地薄いんですけど、ブルーとネイビーと比べると若干分厚い気がしましたね。なんか少し生地が厚めかなって感じがしました。と、ライニングがこんな感じですね。まあ、ホワイトで、ここに、これはレッドですね。レッドと、このグレーのボーダーのパターンが入ってますね。で、ヒールにはナイキのロゴ。これは、フラグメントとコラボではないので、ここにはロゴないですね。ブルーとネイビーのモデルはここにフラグメントの、雷のロゴマークがあったんですけど。こんな感じですね。はい、それでは履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。まあ、履き心地は今までの、ネイビーとかブルーのモデルと変わらず、すごくもう本当に、なんていうんですかね、このアッパー感が一切なくて、本当に靴下を履いているだけのような、すごく軽い履き心地のモデルですね。アッパーのは若干こう触ってみると厚い感じしたんですけど、履いてみるとやっぱりあまり変わらないですね。でもこの履いてみても、これホワイトなんで、履いてみたらこう、
足とか透けんじゃないかなって思ったんですけど、そんなに透ける感じはないですね。意外と生地が厚いのか、こう、なんていうんですかね、網の密度が濃いのか、あんまり透ける感じではないです。でサイズ感としては割とこのアッパーがよく伸びるんで、ちょっと難しいモデルではあるんですけど、まあ個人的には、まあいつも通りのサイズで合わせていいかなと思います。で、これハーフサイズがないんですよね、ソックだと。ハーフサイズがないので、まあ普段 8.5 とか例えば 7.5 とか履かれてる方はどうかな。まあダウンで平気じゃないかなと思うんですよね。サイズを下げて平気なんじゃないかなと。 7.5 だったら7で、 8.5 だったら8で大丈夫だと思います。ギュッとこう狭くなるような感じはないので多分大丈夫だと思いますね。まあ一番はやっぱりどこかで試着されて、サイズ決めていただくのが一番いいと思うんですけど、そうですね、本当に履き心地のいいモデルですし、すごい履いてて楽なモデルですし、まあデザインも本当にいいモデルなんで、ぜひ機会があればちょっと手に取って履いてみてください。はい、というわけで、ソックダート SP、インディペンデンスデパックホワイトのレビューでした。そうですね、今回インディペンデンスデパックってことでホワイトとレッドとブルーと、3色で出たんですけど、ナイキコムの方でリリースされた時にはちょっと仕事であまり抜け出せなくて買えなくてですねで、まあ悔しいなと思ってたところに、ドーバーストリートマーケット銀座の、オンラインショップの方でリリースもあったので、そちらでちょっと頑張ってみたら見事買うことができまして、なんとかこうやってね、自分のものにすることができたんですが、いや本当にやっぱこういうシンプルなカラーリングが一番ハマるモデルだと思うので、個人的にはやっぱソールに色ついててほしくないっていうあのオリジナルで、やっぱりオリジナルのものはホワイトソールのものがほとんどだったんで、やっぱりこのホワイトが一番あの3色の中でもすごい好みだったんで、もう迷わずホワイトで買って、まあやっぱりこう手に取ってみてもやっぱりいいですね。すごい綺麗なホワイト、まあでもなんていうんですかね、若干こう乳白色がかったオフホワイトなので、なんていうんですかね、こうパキッと白いって感じではなくて、なんかうまく言えないですけど、すごくいい感じなんです。うまく言えないですけど、でもすごく、まあ綺麗ですし、もう本当にデザインも素晴らしいモデルだし、もう履き心地もいいし、もう本当に文句のないモデルなので、本当に買えて嬉しいですね。まああとちょっとこの履き口とかも全部含めて真っ白なんで、しかも布地なんで、デニムとか履くとき注意しないと色移っちゃうだろうなっていう、ちょっと履くときにパンツ選びにも工夫が必要な感じのスニーカーですけど、まあ布地なんで、ついたらついたで洗えるし、ホワイトだからまあいいかなという気もしますね。そういうわけで、まあこれで3足目のソックダートってことになったんですけど、もう本当にこのネイビーにしてもブルーにしてもよく履いててですね、まあネイビー実はまだ下ろしてないんですけどもう早く下ろしたいんですけどね、ちょっと今梅雨に入っちゃったんで、これもう本当にすごいアッパー薄いんで、もう足びっちょびちょになるんでまあ晴れてきたらぜひで、まあもうガンガン履きたいと思います。ブルーはもうしょっちゅう履いててですね、やっぱブルーが一番お気に入りなんですぐ下ろしちゃったんですねなんでこの早く梅雨が明けたらもう速攻でこのホワイトも下ろしてガンガン履きたいと思ってます。もう本当に今年も3足もあるんで、今年の夏のお供はソックダートで決まってるんでというわけで、以上ソックダート SP ホワイトのレビューでした。最後までご覧いただいてありがとうございました。いつも通り、コメントご意見ご感想ご質問等ありましたら、コメント欄の方までお願いいたします。では最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ピース。